はい、じゃあちょっとこっちに移ってやっていきたいんだけど、あ、そうだ、その前にちょっと分数式のね、さっき分数の性質にやったんだけど、分数式って何かってやってなかったんで、これ言っておくと、分母に文字を含む式のことを分数式っていうんだね。ちょっとこれを書いておきますけども、分母に文字を含む式、分母に文字を含む式を分数式っていう、まあ、これはこんな用語をね覚えてなくて、やっぱり意味を考えてほしいんだね。意味で考えてほしいので、どういうことかっていうと、分数式なんだけど、例をね挙げるとこんなのがね、x+1/x+2 とか、あとは、なんだろう、 xy/2a+b とか、まあ、こんな風な、ね、式だね、いくつもあると思うけども、こういう分母に文字を含んだ式、ここだよね、分母、こういうところに、なんか色がないかな、こういうところに文字を含んだ式を文字式、あ、分数式って言いますよってことです。まあ、こんなのはあんまり覚えることじゃないんだけど、一応言っておかないとまずいかなと思ったんで、じゃあどんなのがちょっと間違いやすいやつだね。例えば、こんなのはどうか、こんなのって分数式だろうかってことなんだけど、3/2x+1、これってね分数式じゃないんですよ。なんで、分数含んでるじゃん、ね、分数含んだ式とはどこにも書いてないんだね。分母に文字を含む式なんだよ。これよく見て、分母3だよね、文字含んでないんですよ。だからこれ分数式じゃないよ。でこういうふうに、ただ分数になってれば分数式っていうかっていうと、そうじゃないんで、ちょっとこういうことも、まあこれイメージ、これはもう見ればわかるんだけど、これはちょっと押さえてね、置くだけでいいんだけど、イメージしてほしいと思いますね。なので、こんな問題は出ないと思うけど、もう出たら、まあ、こういうふうに間違いないように、分母に、文字があるのかないのかってところをチェックして答えてもらいたいと思いますね。そしたらちょっとね、正式を、あ、計算は次回やっていくんだけども、いくつかね、紹介しておきます。やっぱ最初に出てくるのはね、約分ですね、約分。さっき、まあ、因数分解いっぱい使うよって言ったけど、主に出てくるのは、まあ、因数分解だったり、約分だったり、それからさっきの分子分母に同じものをかけても大丈夫だよっていう、そういう性質を使っていくんです。まあ、ちょっとそれだけ言葉で言っても分かんないと思うので、ちょっと具体的にね、計算見てみましょう。x^8x+15/x^7x+7x+12、こんなのをね、これ分数式でね、分母に分数含んでるんで、確かに分数式だ。一応これ確認もして、これをじゃあ計算したいんだけど、もう約分するってことなんだけど、これいきなりね、あ、 x^2 一緒じゃんバンバンなんて、こんな風に消しちゃっちゃダメですよ。これはどういうことかっていうと、まだ具体例に戻ってやってほしいんだけども、2/1+3/2なんてあったときに、おお、これ2と2一緒じゃんとかっつって、ここバンバンなんて消さないよね。これ足し算だからね、足し算だから、ここ2一緒だなんてこんな風に消しちゃダメなんですよね。ここ分子、分母の2と3の最小公倍数をかけてあげて、揃えてから計算しなきゃいけない、そういうことをやったと思うんだよね。でこれをよく見てほしいんだけども、プラスで結ばれてるから、これプラスだよね、あのできないんだよね。だからこれはこんな風にしちゃダメだよって注意をねしておきます。じゃあこれどうするのか、さっきから何回も言ってるけど、因数分解するので、因数分解、これをね、因数分解すると x+3x+5 になりますね。下の式因数分解、あ、とか因数分解もしかして忘れてるなんて人いたら困るので、因数分解って言えば、こういう形の式、この形は見て覚えてほしいのを、 x+何とかこういう風なね式に直すんです。これどういうことかっていうと、あ、これどうやってここにいるかっていうと、 3×5 で15なんだよね。3×5 15で、3+5が8、
そういう関係です。ここかけて15足して8、そういう風にやるんですね。だからこれだと丸と三角かけた時に15になって、丸と三角を足して8になる、そんな数をここにぶち込もうっていうこと。この場合は 3と5だったんだよね。プラス3とプラス5、まあ、ここはマイナスになったりすることもあるけども、それを探していくっていうだけです。だからこっちもね、やってみると3412になるね。3412で、3412で3足す4は7になるから、あ、3と4でいいじゃんということで、3と4なんです。3と4を買って入れるだけ。ここはもう形的に分かんなければね、やっちゃっていいからね。だからこういう風にしてやると、ここはまあ復習なんで簡単に流して因数分解をまあするっていうことです。そうすると何が嬉しいか、何も嬉しくなかったらやる意味ないんでね、ここをよく見てほしいんだけど、今度はあ、まずここさっきは足し算の式だったんだけど、今度掛け算になったね。これはしっかりとくっついてる式なので、約分ができるんだよ。そうすると今度分子分母に同じ数があるじゃない、 x プラス3というのがあるところでバンバン5に約分できちゃう。ここまで来てやっと約分できる。なのでこれを一応書いておくと、これだけが残ってるんですね。なので x プラス5分の x プラス4、こういう風にねなるんだよってことです。これがまあ約分の性質です。でこれでまあ約分が終わって、いくつかね例を出しておきたいんで、情報っていうのをやっておきます。情報っていうのは掛け算ってことだけども、ほとんどね、まあ、普通の分数の計算と変わらないんですけども、中身がね文字式になっているということぐらいでね、性質なんかは今まで分数の計算ができてた場合はそんなに苦労しないでできるんじゃないかな。逆に分数の計算ちょっと苦手だったなっていう人は注意してね、計算だから大変だと思うんだけども、よく注意しながら今回の分数式の時で克服しようっていう気持ちでやってほしいと思いますね。はい、そしたらちょっと情報の問題なんだけども、こういう感じですね。今度はなんかこういう形かける、なんかこういう形。そしたらまずこの掛け算で書かれているを一つの式にまとめようってことをやります。そうすると、まあ、ここに括弧をつけて x プラス7、こう括弧つけて x 乗プラス 5x プラス6、こんな風にまとめてあります。上も同じように x プラス3 x プラス5、こんな風にまとめてやるんだね。でちょっとここでね注意しておきたいんだけど、なんでこれ括弧つけたんでしょうかね。括弧、これなんでここに括弧つけたんだろう。それをね、まあ今までねやって分かってることかもしれないんだけども、ちょっと知っててほしいんだよね。こっちってね、ここちょっとこっちに書いておこうかな。なんでこれ括弧つけるかっていうと、この式書いてみるんだけど、 x 二乗プラス 5x プラス6っていうのはここでね区切るとしたらどこで分かれるんだろう。ここで区切ることができるんだ。英語でよくね文章を区切ったりするかもしれないけども、こんな風に区切ることできちゃうよね。で区切ることできちゃうっていうのは、じゃあそれでこれをね、こういうのをまあ一般に多項式って言ったんだけれども、普通のねこういう式っていうのはほとんどの場合が多項式なんですよ。で多項式でこういう風に区切った一つ一つのことを項っていう言い方をするね。これをこうっていう、プラスのところでこの符号の前で切れるんだね。符号の前で切れる。で足し算とか引き算、加法減法、そういう形はこの足し算とか引き算はこう区切りやすいいうふうに覚えてほしい。掛け算は接着剤でピタッとこうくっついてる感じ、そういうのをイメージしてほしい。で足し算と引き算はバラバラの状態、掛け算はぴったりくっついてるけど足し算引き算はバラバラの状態。じゃあどういうことかっていうと、こういうふうな状態、こういうふうに足すとか引くとかの符号の前で分かれちゃう状態だと思ってほしいです。そうするとこれが各項っていうんだけども、項に分かれて
この式の場合はこの項がいくつもあるから、多くあるから多項式っていう言い方をした。そしてじゃあなんか単項式なんて今まで出てきたなっていうこともあると思うんだけども、単項式っていうのはどんなのか。項が一つなんだね。単って一つっていう。例えばここの項を取り出してみよう。 5x なんていうのはこれ単項式なんだよね。これ項を1個取り出したものだから、当然こっちの x 次乗っていうのも項が1個じゃん。掛け算、ここは掛け算で結ばれてる、まあ省略されてるけども、掛け算っていうのはさっき言ったけど接着剤でぴったりくっついて離れない状態になってるので、これでもう1個なんだよね。1個の塊なので、これが項になってる。そういう項が複数集まって足すとか引くでつながれたものが、まあ、バラバラなんだけども多項式っていう。で、まあ、本題に戻るとこっち、なんで括弧つけるのかっていうと、これ括弧つけないとさっき言ったけどバラバラになっちゃうんだよね。この式がバラバラになっちゃう、この一つの式として扱われないってことになるんだよね。なのでこれ一つの式だよって扱いたい時にはここにこういうふうに括弧をつけるんです。括弧をつけるとこの括弧がこういうふうに2つつながった時、ここ掛け算の形でぴったり接着剤でくっついてるので外れないんですね。そうするとこっちの式とこっちの式とまとまりで見てくれる、これもこの式全体がまとまりで見てくれる、そういうことなのでこれわざわざ括弧をつけてる。あとはこんな単項式多項式なんて言葉を今までやってきてなんかよくわかんないよと思ったかもしれないけど、ぜひイメージしてほしいのはこういうような式があったら常にプラスとかマイナスの前のところ、ここで切れるよってことを意識してほしいんだよね。符号の前のところで区切れますよ、でそれでバラバラな状態、そこで切り離されちゃうよっていうことを覚えてほしいんだよね。例えばだからここをさ括弧つけないでやると大変なことになっちゃって、例えば x プラス7でこっち書くんだけど、あ、掛け算省略していいのか、 x 乗プラス 5x プラス、こんな風に書けちゃうね、下の場所が。そうするとどこで区切るのっつったら、今言ったようにプラスの前、はい、プラスの前、はい、プラスの前、ここで区切れるんだけども、こういう4つの項に分かれちゃう。そうするとあれ全然これ違うじゃん、でこっちのこれを表したいのに全然違うことを表しちゃってるよねってことになっちゃうんだよね。だからこれじゃまずいってことで、しっかりこのブロックを区切りをつけたいってことだから括弧で結びつけてあげる、そういうね力を持ってるわけです。だからそういう意味をちょっと考えて、意味じゃないかな、これは、まあ、イメージしながらなんで括弧つけてるのかとか、どこで分かれちゃうんだろう、そういうことをよくやりながら計算していくとね、間違いが少ないかなと思いますので、そんな風な意識を持ってくださいね。で、まあ、ちょっと余談になっちゃったけども、これはどこやるかっていうと、この式に戻るとここを因数分解するんだね。ここを因数分解する、ちょっとこれ黒板なのでこのまま直しちゃうと、これは2と3かな、これ2と3が出てきますね。そうすると x プラス2と x プラス3、こんな風にできる因数分解が。そうするとさっきみたいに、さっき言ったようにこう接着剤で密着されている状態で掛け算だから、ここで初めて約分していいよね、そういう風になります。そうすると同じものを見つけようってなると、あ、プラス3一緒じゃんってことで、これがねバシンバシンとここに消えるわけですよ。そうすると残ったものをあと書いてやればいいわけなので、これを答えに書くと、そうすると x プラス7 x プラス2分の x プラス5、これちょっと展開はね、一応ここは展開しても同じことだけども、展開しなくて大丈夫です、こういう場合には。でこういうふうに答えが出ていくということですね。じゃああと3つあるんですね、5個ちょっと紹介するんで、あと3つありますけども、そしたら今度はね割り算、除法なんだよね。3番目として除法です。除法ってね、なんか変な感じがするけども、 x プラス2 x プラス5割る
プラス3割る X プラス4。あ、それからね、今変な書き方したと思ったかもしれないけど、あの、さっきね、これ、分数の形って上割る下ができるって言ったんで、これ X プラス3割る X プラス4なんていうことがあるかもしれないけども、まあ、この授業ではそう言うかもしれないけど、意味は同じでね、X プラス4分の X プラス3。そういうふうに思ってくださいね。まあ、上から下へ書いた方が書きやすいんで、そういう言い方するかもしれませんね。そんで、それでこれもね、今度ね、除法でやっていくんだけども、さっきね、割り算の形、ここにね、割るって出てくるんだけども、これ割り算の形に直すと、ああ、割り算の形じゃない、掛け算の形に直した方が計算しやすいんだよね。なので、これを掛け算の形に直していくときに逆数を使う。そういう風にして、式を整理するんで、ちょっと前のね、ところは同じだよね。これが逆数になるので、こっちに分母に x プラス3が来て、分子の方に x プラス4が行きますよ。これはさっき今、カッコね、もう自然につけたけども、意味はさっきと同じで、ここの変なところで密着させちゃいけないのよと。これは塊一つのブロックなんだよっていう意味で、ここにカッコで密着させるよって話です。そうすると今度どうかっていうと、これはもうこれ以上ね、計算ができないってことなんで、まあこんな形でいいでしょう。本当はね、なんか綺麗になるかも。この場合はできないので、ここまでにしておきますね。じゃあ次4番、もう掛け算割り算ときたら何が来るかね、想像できるかもしれないけども、加法って言って足し算ですね、足し算。これは、x プラス2割る、x プラス3。足す x プラス5割る x プラス3。あ、これ今やっぱり今言ったけど、x プラス3は、これ x プラス5割る x プラス3とかって学校で言うと怒られるかもしれないんで、そこは注意しない。意味は割り算の意味だからそう言っちゃってるだけなんだよ。x プラス3分の x プラス5って言うようにしてくださいね。まあ、書くときはね、上から下に今みたいに書いてもいいんだけど、まあそこ注意してください。もしかして学校で怒られるかもしれないんで、はい、そしたらね、ここはね、分数の足し算なんで、分母が揃っている。これは嬉しいなってことで、揃えることができますよね。x プラス3。そしたら上、ただ足せばいいので、これは足し算、普通に計算すると、2x プラス7。こんな風になりますね。これはこういう風になって、終わるということですね。次は、もうここまで来たら5番、引き算だなっていうのが、想像できるかもしれないけども、あ、こっちに書いたらちょっと見えないね、ちょっと見えにくいかもしれないので、こっちにしましょうか。はい、原本。そうすると今度どんなのがあるかっていうと、 x プラス3割る x プラス5引く1割る x プラス4、こんな式がありますね。そうすると今度は、あ、やられたよみたいな感じだけども、あの分子分母がね揃ってないんで、これはあのあれしなきゃいけない、通分しなきゃいけないのね。通分で、通分はどうやってやるかっていうのは今までと同じで通分します。最初公倍数っていうか、こっちのやつかけてあげればいいね。それはなんでかけてあげればいいかっていうと、さっき性質でやったと思うんだけど、分子分母にね同じものを、あ、これわざと2つに分けとこうか。こう書いておこうかな。分子分母に同じものをね、かけても、性質が変わらないっていうのをね、さっきやってきたと思うんだよね。なので、これはね、x プラス4っていうのをかけるんですね。x プラス4。これを、下だけにかけたら、不公平になっちゃうよね。下も上もかけなきゃダメなんで、こっちにもね、x プラス4、同じものをかけてやるんです。そうすると、まあ、こういう風になって、今度こっち側、あ、こっち側はどうするかっていうと、今度こっち側ね、x プラス5をかけてあげる。そうするとどうなるかっていうと、x プラス4、この1、ここまでは変わらないんだけども、こっちにした方がいいかな。まあ、こんな風にやって、x プラス5。で、こっちも同じように x プラス5っていうのをかけてあげなきゃいけないねと。一
応こういう形になっています。そうすると何がいいかっていうと通分できるんだよね。あ、通分っていうかこれ同じだからさ、通分できたことになる。そしたらあとは上を計算すればいいっていうふうになるので、計算がねしやすくなって、しやすくできるようになりましたね。そうすると一応長い線引っ張って x プラス5 x プラス、あ、ここ一応かけるって書いたけど、これあんまり深い意味ないですね。一応掛け算、上と下にかけたんだよって意味だけなんで、ここに最初からつけてつなげちゃっても全然省略しても問題ないです。これはそれで今度ね、この部分は x プラス3と x プラス4をかけてマイナス x プラス5、こんな風にねなっていきます。そうするとどうしようかな。この式はまず、あ、そっか、ここはねこういう風にね分配できるね、マイナスが。それであとこっち側の式なんだけど、ここまだ展開して整理できるので、こっちをねこの括弧展開して、ここもね分配して、この下にちょっと書いていきますね。そうすると下の部分はね全然変わらないので、そのまま写すことになるんだけど、 x プラス5かける x プラス4で、ここは展開すると x4 プラス 7x プラス12でマイナス x マイナス5と、こういうふうになります。そうするとこっちにね書いちゃっていいかな。本当は下に書いた方がいいんだけど、もうちょっと見えなくなっちゃうんで、こっちに書くと、このねマイナス x とプラス7が、あ、これまでこっちまで書いた方がよかったけど、プラス7これがやってきて、あとここのね、赤で書いたとこを 12-5 を計算すると、これでねこういうふうにちょっと色をつけておくと分かりやすいかもしれないね。 x 次乗をプラス 6x プラス7というふうに分子がなります。で、下はもう全然さっきから変わってないけど、 x プラス5かける x プラス4、これがね一応この計算になります。はい、今回はまあこういうことでね、分数式っていうことでまず性質をね確認してきました。で、この時になんかあの公式みたいのが出てきたと思うんだけど、あれはね、公式で丸覚えするんじゃなくって、どういう意味があったのかなっていうのを思い出して納得してくれればいいよってことをね、言ってきましたけど、それをぜひ忘れないでほしいと思うんですね。あとはこの計算の部分は結構めんどくさいなって思っちゃって大変なところなんですけど、苦手な人はねぜひねこの段階でしっかり焦らないようにねやって克服してほしいと思います。では今回はここまでで終わります。